こんにちは、にです。今日は宇宙戦隊キューレンジャーデラックスキュータマコックピットセット02、こちらを見ていきたいと思います。はい、キュータマコックピットセットの第2弾が発売されました。第1弾はこのような感じで、キュータマの番号が奇数番号の人ですね、13579の人がラインナップだったんですけども、今回は、偶数番号の人、ニシロウヤとあとリュウコマンダーですね。はい、その5人がラインナップされております。で、パッケージには竜帝王に乗り込めと書いてあるんですけども、コグマスカイブルーは入っておりません。で、パッケージの上の方ですね、ここに竜帝王書いてあるんですけども、この腕の部分はですね、サソリとワシになっているんですね。で、側面にね、このような感じで、まあ、今回入っているものがバッと書いてあって、反対側は竜帝王が乗っているんですけども、やっぱりね、手はワシとサソリになっていると、まあ、こういった感じでコグマスカイブルーはね、ちょっとこの中には登場していないんですよね。デフォルトでここにクマボイジャーがくっつくっていう、そういうわけではないんでしょうかね。竜ボイジャーを軸にいろんなメンバーと、まあ、竜帝王をね、構成するということなんでしょう。で、背面見るとこのような感じで、ここでもね、クマボイジャーがいないんですよ。はぶられておりますね。グス番号の人たちと、竜コマンダーね、竜ボイジャーが乗っております。で、セット内容は、キュータマコックピットね、5種類入っていて、キューレンジャーフィギュアが5種類入っていて、トリセツ入っていて、そして、セーザーブラスターにね、セットして、まあ、音声が鳴りますよと、対応音声はすべてキュータマとなりますと書いてありますね。これは第1弾と一緒なんじゃないかなと思います。それでは、開けていきましょう。はい、開封しました。中身はコックピットのキュータマ5個とミニフィギュア5個、そして説明書でございます。で、説明書の方を広げていくと、よっと、このような感じで、まずセット内容ですね、5個入ってますよと。で、フィギュアの登場の仕方、これはまあ、前回と一緒で腰の部分で曲げて中に入れますよっていうことですね。まあ、図としては前と一緒なんですけども、ちゃんとね、キャラクター、リュウコマンダーになってますね。で、コックピットをね、なんか回転させることができて、そしてパーツがね、腰の部分とか、あと蓋の部分取れたらここでね、取り付けましょうということが書いてあって、裏面は各ボイジャーへのセットの仕方ですね。キュータマをね、くっつけるところにみんなね、これをくっつけていきましょうっていうことです。そして、デラックス竜帝王別売りのね、このセットにも当然セットできますよという感じでございます。特にこれといって新しいことはないですね。デラックスセーザーブラスターで音が鳴ると。以上です。はい。で、そうですね、これはね、こう特に説明するポイントはないんだけども、とりあえずキュータマはね、こうやってずらっと並んでいるとお菓子みたいでね、すごい綺麗でなんか美味しそうな感じがしますね。そしてミニフィギュア、僕はこれがね、すごい欲しかったんですけども、カラフルなね、このちっちゃいフィギュアがついていて、これはね、本当に楽しいんですよ。で、そうですね、一応、ちょっとフィギュアをどけてキュータマからいきましょう。第1弾のキュータマを並べると番号順に行きましょうかね。1、3、5、7、9、7、9。はい、このような感じで、これでね、10個のキュータマがここに並んでるんですけども、全部ね、色が違っていてすごい綺麗ですね。ちょっとお牛と蛇使いの色が似てるんだけども、これとこれね、でもシルバーの方が若干薄い感じですかね。そしてゴールドはやっぱりね、ちょっと無理があるっていうか、金色にはね、見えなくて、オレンジに近いんだけども、でもサソリのオレンジの方が発色はいいみたいな、そんな感じでしょうかね。一応取ってね、まず1個見てみましょう。はい、ヘビ使いシルバーのね、ヘビ使いキュータマなんですけども、01の時と同じような感じで、ここのシールは番号振っていなくて、なんか宇宙のね、模様が入っております。そして回すライドはできなくて、ここの部分の蓋がパカリと開きます。で、この開いたところにフィギュアをね、乗っけるっていう感じですね。中のコックピットはくるくるっとこう回すことができて、ここはね、クリックが効いているので、すごく回していて気持ちがいいです。
はい、あとはピンですね。ピンはこのような感じになっていて、ここに2つ並んでいて、ここをね、あの上と下ですね、前回の01とピンの位置は全く一緒っぽいですね。そして番号は振っていなくて中国産でございます。オーシブラックとどれぐらい色が違うのかちょっと比べてみようか。これが、シルバーですね。でこれがブラックよっと、はい、並べてみるとこれぐらいな感じな差ですね。まあこっちの方がねやっぱ薄くなってはいるっていうところですけども、こうやってした時ね結構色は近くなってくるっていうか、そんなところはあります。あと、まあ、他のねやつも全部出して見ていきましょう。次ね、よっと、2番のサソリ9玉ね。これオレンジすごい綺麗ですね。パカッと開けるとこんな感じなオレンジですね。はい、そして次は天秤行きましょう。天秤ボール、よっと、はい、天秤、おー、こっちだった。天秤ゴールドはパカッと開くと、よっと、こんな感じで、まあ頑張ってね、ゴールドみたいな感じにしたっていうところでしょうかね。オレンジと比べるとこうで、まあ発色の感じでいくとオレンジの方が綺麗に見えるかな。やっぱりゴールドって難しいですよね。黄色と銀みたいな、なんかね、その塗装でもゴールドの出し方っていろいろねありますよね。で、次はピンクね、和紙9玉、はい、パカッと開けるとピンク色はこのような感じです。紫色に近いところもあるんだけども、じゃあ竜コマンダーね、竜コマンダーの9玉よっと開けるとこのような感じです。まあちゃんとねこう紫との色分けっていうのはしっかりできてますよね。オレンジじゃないや、青と比べてみようかな。パカッと開けると、はい、青と紫、これとこれをこう合わせると、はい、紫みたいなね、どうでしょうか。こういう遊び方もなんかありかもしれないですね。小さいお子さんとね、この色とこの色こうやって合わせたらね、何色になるかみたいな、そういった、ちょっと面白いこともできるんじゃないでしょうか。あとなんだろうね、こういうのね意外と僕ダメなんだよね。美術のセンスがないっていうか、青とRGB、レッド、グリーン、ブルーね、この3色があればとりあえずいろんな色は出せるんだよね。じゃあ緑と青を混ぜたらどうなるかな。なんか違う遊びになってきたね。これで黄色っぽい色だったっけな。お、どうでしょう、黄色かな。なんかちょっと黄色っぽい感じにも見えなくはないですね。緑か、わかんないなでもこんな感じでね、いろいろ組み合わせて光当てたりしたらね、すごい面白いことできそうです。はい、それでは次ね、ミニフィギュア見ていきましょう。まずはサソリオレンジなんですけども、いかがでしょうか。ちょっとねこれは小さすぎてわかんないですね。お顔の部分サソリになってるのかな、肉眼でねよく見たんですけどわかんないですね。そして裏側を見るとこのような感じで、サソリといったら尻尾なんですけども、尻尾の造形もちょっとわかんないかな。ただ背中はなんかトコトコしてるようにも見えなくはないかな。まあ確認不能です。次はヘビ使いシルバーじゃない、天秤ゴールドか、天秤ゴールドいきましょう。はい、天秤ゴールドはこのような感じで、まあ、黄色に近いけどもやっぱりね、カジキ色の方が発色がいい黄色ですね。そしてねこの人はね画面上で伝わるかどうかわかんないですけど、顔をねちゃんと天秤になってますね。なんかささくれ立ってるのかなと思いきや天秤の皿の部分ですね。これすごいな、よく作ってるな。そして後ろを見るとよいしょ、どうなんだろう、ロボット系だからちょっとと違うのかな。肩の形がねさっきと違うし、背中の部分のここもねさっき三角形な形だったら四角っぽいので、やっぱ造形は違いますね。で次がヘビ使いシルバーね、流れいいですね。はい、分からん、サソリと同じに見えるな。
サソリの白バージョンみたいな。逆にね、サソリは秘密界のオレンジバージョンとも言えながらないっていうか。そして背中を見ると、あ、でも背中の形違うな。もう本当にちゃんと見えてるのかな、大丈夫かな。ピントがね、合ってるかどうかもいまいちわからないっていうか。ヘビ使いシルバーはね、背中のトコトコがやっぱないね。サソリは背中がトコトコしているんだけど、それがねちゃんとありました。だから違うんだね。で次が、はい、ワシピンクでございます。この人は背中にね羽が生えているかどうか、よっと、あ、生えてる立体的ではないんだけども、ちゃんとね羽の造形がありますね。すごいね。はい、そして最後竜コマンダーです。よっと、うん、これはもう誰が見ても竜コマンダーだね。ちゃんとローブの造形があってすごいね。この小ささでよく作るわ本当に、うん、これをね使って全員ずらっと並べて楽しむっていうのもありですね。でそうなるとやっぱりコグマスカイブルーがいないのが寂しいんですよね。せっかくねキューレンジャーの位置になったんだから彼も入れてあげたいんだけども、どうなんだろう、このシリーズがまだ続くとなると他にもキャラクターが現れないといけないんだけど、どこかでプレゼント系のね、その何かキャンペーンがあってコグマスカイブルーの、まあ、ミニフィギュアとコックピットがねこうプレゼントとかそういうのあるのかどうかですよね、うん、すごい気になるところです。ぜひお願いしたいですね。はい、それではね最後まあ、前回と一緒だとは思うんですけども、ね、セザブラスターで音声を確認して終わりたいと思います。それでは次の動画でしましょう。バイバイ。